AI 技術で物流の自動化を図ります。ロボット事業を手掛けるソフトバンクロボティクスは、物流業界向けに業務の最適化を提案する事業を始めると発表しました。商品の保管からピッキングまでを行う自動倉庫システムや、商品の大きさを判別して自動梱包する機械など、AI 技術を活用して物流業務の効率を高め、人的コストの削減や売上向上につながる提案をしていく考えです。コスト下げて、生産性上げて効率よくやって、利益を出そうっていうソリューションを、我々世界中から見つけてこれたので、APAC がこの辺りのですね、自動化とかが遅れているところもあって、APAC にしっかりと軸足を移していきたいなと思っています。